大阪にしかない川を下る、川の下を通るエレベーターだ。みんな来てる。で、歩行者と自転車専用なんですね。で、昔これね、車が通れたそうですよ。さあ行ってみよう。これは大阪にしかないで、この川、木津川ってたっけな、味川ってたっけな。そう、これを上、普通走って橋で上で渡るの普通だけど、下も通るやつだ。でっかいエレベーター、これだ。自転車を押して歩くタイプだ。こんな地下道、反対側まで行こう。結構長いね。涼しいし、これは長い、結構長い。エレベーター来た。でかい。あ、階段もあるんだ。やっぱり歴史が古いエレベーターのか。お、地上に出た。地上に出たぞ。これは西九条から九条駅につながってる。さあ、あ、これ阿字川だ。折り返そう。で、これ、あ、B 押して、はい、閉めよう。放置エレベーターだ。こっちに戻る、初めて見たな。さあ、また戻ろう。これで西九条駅へ。で、悲しいかな、押していく。どことなく急ぎ足になる。着いたぞ。じゃあ西九条駅から電車乗って帰ろう。どうなんだ、ここが。あ、そっち渡ろう。西側の、海底トンネルっていう感じですね。終わってきました。はい。で、もうすぐ西九条駅です。そこ。はい。とても珍しい列車。